予選競争第9レースのメンバーが登場してきました。どうやら本番は1号艇森田俊介、枠番手長1コース今構えていきます。その隣が5号艇岡崎、そして6号艇長田となっていきそう。対戦メンバーです。1号艇滋賀の森田俊介、2号艇福井の松村航太、3号艇静岡の吉村誠、4号艇徳島の島村隆義、5号艇福岡の岡崎康弘、6号艇東京の長田頼宗です。1号6とスタートラインに先を向けています。1号艇森田俊介、きっちりと枠番主張の陰線です。そして動いてきた5号艇6号艇、5号艇岡崎康弘が2コースから初日ただ1人連勝をマークしました5号艇岡崎、そして3コースが6号艇長田頼宗、他3艇ダッシュ戦、4コース角が2号艇松村航太、5コースが3号艇吉村誠、6コースが4号艇島村隆義、体型は3対3に分かれました。予選第9レースインコースから1番、5番、6番、2番、3番、4番の並びです。スタートしました。1号艇5号艇スタートを決めていきました。一周の1マーク、逃げる1号艇の森田、5号艇の岡崎が差し込んでいく、6号艇の大阪が追尾のターン、逃げました。1号艇森田、スタートは前提正常でした。1号艇森田先頭、2番手接戦、5号艇6号艇、5号艇岡崎と6号艇長田が並走状態。2マークはトップターンは1号艇森田、2番手は2号艇が先取ってきた、差し込んでくる5号艇6号艇、2番手は5号艇岡崎、5号艇岡崎が2番手をリード、3番手が6号艇長田、アウトから2号艇の松村。レースは2周目、2周目の1マーク、トップは1号艇森田、2番手は5号艇岡崎、3番手は6号艇の長田が行く、2号艇の松村差し込んでいく、3番手は6号艇長田がリード、先頭から1番、5番、6番の体型、4番手が2号艇松村、5番手が4号艇島村、最後方3号艇吉村。2マーク、トップターン1号艇森田、2番手5号艇岡崎、3番手6号艇長田、上の3艇156、レースはこれより最終周回。先頭は1号艇森田俊介、本番は1枠陰線、枠番主張しました。1号艇の森田俊介が先頭、その後ろ2番手が5号艇岡崎康弘、3番手が6号艇長田頼宗、最後のバック側です。上の3艇は1番、5番、6番の体型、この1号6、3連単のオッズは 9.7 倍を指しています。最終ターンマークトップで旋回は1号艇森田俊介、2番手が5号艇岡崎康弘、3番手は6号艇長田頼宗。予選第9レース間もなくゴールです。1番ゴールイン、5番ゴールイン、6番ゴールイン、2番ゴールイン、4番、3番ゴールイン、以上全艇ゴールインしました。第9レースの確定は1着1番、2着5番、3着6番、以上でした。